さか闇の警視総監。どうしたシーラ。いやよく大変ですよ。いや踊ってる場合じゃないですよ。どうしたシーラ。社会な現象が起きたんですよ。踊ってる場合じゃないですよ。もう何があったんや。今超常現象か、うん、心霊現象かわからないですけど、なんかあったんですよ。これ上田教授に連絡しないと。いや残念ながらシーラ、はい、それは超常現象でも心霊現象でもどっちでもない。なぜなら、はい、さっきのは俺がさっきそこの電気をチカチカカチカチしてたからや。誰に言ってるんですか。まあまあ言うてもね、世の中のね大抵の不思議な現象っていうものは往々そういうもんでさ、技術のトリックで再現できるのよ、はい、でそう豪語するマジシャンもいるくらいやからな。貧乳の。そうなんですか。そう貧乳の押しますね。貧乳を貧乳って言いたいだけ。なかなかカメラの前で貧乳貧乳言いませんよ。どう見ました。第6話ですか今回から。そうですよ、うん、なんか面白いとこありましたかね。あの闇の警視総監が斧を投げるシーンあったじゃないですか。あの例のあの的なんとかのね、はい、映画のあれを秋葉ハランドさんが支えて、はい、さかわしきるかなと思ったらちゃんと撮れましたね。っていうか最近ちょっと番組その辺雑じゃ大丈夫ですか。いやいやいや、そんな前回もだって完全にポンってプンチリチリになってましたけど。なったからね。あとね、事務所の大先輩の、はい、マナカナさんの、はい、カラさんに、はい、すげえ似てる人出てたよね。本当ですね。あの元気のいい元気印、ね、三上弥生さんですね、記者の。そうから世の中には似てる人がいるんよね。そうですね、そっくりやったもん、ね、しかも俺はあれがやっぱ事務所の先輩やんか、だから、はい、あのカナさんに似てるっていうところまで分かってた。あ、本当ですか。でもあの記者の、はい、弥生さんの、うん、なんていうんですか、無鉄砲な元気さの勘違いから今回の事件解決につながったんですよ。4人目の被害者がもう出たんじゃないですかっていう、うん、あれはね、あの早とちりから素晴らしかったね、はい、あの俺ね、実はトリックマニアでは通ってるけど、はい、あんまり刑事ものってそんなに実は基本的に見ないんですよ。ただトリックが好きだっただけで、はい、なぜならそのことごとくその推理が外れるというか、怪しいなって番組が思わそうとする人をそのまま怪しいなって思うようでは多分ね、その一歩先に行かないと本当に刑事ものって楽しめないと思うんですよ。だから俺あのかなさんにの弥生さんですか、はい、記者が出てきた時に完全に犯人やと思ってたからね。残念でした。お前打ち合わせにないことすんなよお前。あとね、なんかあった他にですか。はい、相川小学校とかね。ああそうありましたね。気づきました。あれ気づきました。学校の教訓みたいな、はい、あいうえお作文みたいな、ありましたね。あーから始まって、まあ、全部覚えてないけど、はい、挨拶はとかね。そうです、すごい小学生らしい、ワクワクしながら。そうなんですよ。元気のいい文だったんですけど、最後だけ売られた喧嘩を買おうってなってたんですよ、相川翔さん。おい言っちゃダメですか。言っちゃダメだ。最近ね、あの秋葉ハランドさんの言っちゃダメだ。お気に入りなの。いや、ところでよくん、はいはいはい、矢部さんってカツラじゃないですか。お前何を言っちゃダメだそれは。いやもう頭頂部の辺は不毛地帯だと思うんですけど、はいはいはい、横とか後ろのところって伸びてくると思うんですよ。まあ確かにここはね、ここがあれでここが入る人はよくいるから確かにね、うん、その辺の調整ってどうしてるんですかね。まあ、調整かどうか分からんけど、あのヘアヘアじゃなくてヘアヘアクラブ あの番組にも、ね、出てきたヘアヘアヘアクラブって言った、はい、キャバクラかヘアヘアクラブのヘアヘアパラダイス の、はい、オカマさんも、はい、矢部さんと大の仲良し。オカマさんは多分ちょいちょい調整的なものはやってくれたとは思うんやけど、はい、ただ普段の日々のケアっていうとこまではちょっと俺は分からへんかな。トリックマニアのよく君でも分からないですね。うん、ちょっと俺も分からへんな。でもそういうと思って、うん、僕矢部さんに直接メールで問い合わせてみたんですよ。直接え聞いたの。はい、そしたらですよ、はい、矢部さん返事くれないんですよ。まあ、くれはな、それはな。え、ついに来なかったの。え、ここ入ってないの今日。はい、僕なんか自分で気づいてないんですけど、どっか落ち度があったんですかね。まあ、うん、なんていうか巷では歩く落ち度と言われてるからね、お前はね。やっぱりメールの文とは前略、矢部さんのカツラについてですが。やめなさい、やめなさい、やめなさい、よしなさい。だからそういうことで、今週は矢部さんからのメッセージはないんです、うん、え、なしなの。はい、まあまあ仕方ないな、うん、仕方ない。じゃあもう、今週はそのままいつものあれ言っちゃいます。いつものあれってない。例のあれですよ。あ、あれね。そうですよ、うん、僕らが歌う主題歌はグッドバイですよ。それはグッドバイじゃなくて、どんとこい超常現象やっけ。あ、こっちでした。そう、そっちが大正解や。もうそれ茶番やから置いとけもう。はい、ふう。じゃあ今回は替え歌なしで、はい、ちゃんと
僕たちの、はい、これもう演技でもない出たばっかりやのに8月7日に出たばっかりやのにを、はい、ちょっと短縮バージョンでお届けします。じゃあせーの、矢部さん打ち込ませていただきます。99% の情熱と劇場ぞ、もうええわそれで。出てきてるザ・マスミサイルのボーカルよっくんこと高木良樹と白石がお送りしました。また来週、グッドバイグッドバイ。